Zip FM Nagoya City I love Nagoya。 ここからは名古屋シティ I love 名古屋、私も大好きラブ名古屋のここ名古屋市のいろんな情報をお届けしていきます。まずはファーストキフフェスタ開催のお知らせです。ファーストキフフェスタはみんなでより良い未来を作るために楽しみながらボランティアや NPO について知り、チャリティーなどを通して応援する交流イベントです。会場には骨髄バンクの支援や障害者の支援、子どもの健全育成ボランティア活動の推進など、さまざまな分野で活躍している NPO 団体を紹介するブースやバザーコーナーがあるほか、ステージイベントでは名古屋おもてなし武将隊による演舞やトークショー、笑いヨガ、ファッションショーなど楽しいプログラムをご用意して皆さんのお越しをお待ちしています。開催日時は2月15日土曜午前11時から午後4時まで。会場はナディアパーク2階アトリウム。申し込みは不要で参加費は無料、どなたでもご自由にお越しいただけます。詳しくはファーストキフフェスタと検索していただくか、名古屋市市民活動推進センター電話 052-228-8039 052-228-8039 までお問い合わせください。 Next。 続いて名古屋市広報モニター募集のお知らせです。名古屋市ではより分かりやすく充実した市政広報を目指し、広報モニター制度を設けています。現在令和2年度第1期第2期のモニターを募集しています。内容は広報名古屋市政広報テレビ番組に対する意見や提案をまとめた報告書を月に1回提出し、名古屋市が主催する意見交換会に出席していただきます。応募資格は名古屋市内にお住まいで令和2年4月1日現在18歳以上の方、ただし令和元年度にこのモニターを経験された方と公務員の方は応募できませんのでご了承ください。期間は第1期は令和2年4月1日から令和2年9月30日までの6ヶ月間、第2期は令和2年10月1日から令和3年3月31日までの6ヶ月間です。なお第1期第2期のどちらで活動するかの選択はできません。活動状況に応じてマナカチャージ券を謝礼として申請いたします。応募締め切りは2月28日金曜、当日消し印有効です。申し込み方法など詳しくは市長室広報課電話052-972-3134 052-972-3134 までお問い合わせください。名古屋シティ I love 名古屋。名古屋シティインフォメーション。ではここで開館15周年を迎える東区朱木町にある文化の道双葉館から開館記念イベント双葉の日のお知らせです。毎年開館記念日である2月8日に記念イベント双葉の日を開催しています。当日は獅子舞がご来館いただいた方をお出迎えし、入館料が無料となります。また先着100名様に記念品を進呈します。午前10時30分からは獅子舞、吉祥歌舞音曲、名古屋伝統芸能の披露、午後1時30分からは新寄贈品貞奴のお琴のお披露目、午後2時からは特別記念公演川上貞奴と福沢桃助、双葉館から読み取れることが行われます。なお当日は文化の道種目館も入館料が無料となり、ご来館いただいた方同じく先着100名様にオリジナルグッズを進呈します。イベントの詳細は文化の道双葉館電話 052-936-3836 052-936-3836 までお問い合わせください。さて今日ご紹介したお知らせに関してはこのコーナー名古屋シティアイラブ名古屋のブログサイトにもリンクが貼ってあります。 YouTube やラジオクラウドにもアップしていますのでぜひチェックしてください。名古屋シティアイラブ名古屋、今週金曜日もお楽しみに。